私が子供の頃はですね、まあ流れの芸術家といいますかね、彫刻を作ったり、その掛け軸の絵を描いたり、そういう皆さんがね、そんなに頻繁ではないんですが、田舎にやってくるんですね。で、そういう皆さんが部落に来るとですね、私の父のところに、まあ、相談に来ると。で、父はそういう皆さんのその泊まるところだとか、その作業をする場所とか、それから材料をどうするかとか、そういう面倒を見てやるんですね。で、その我々子供にとってもですね、その彫刻の作業を見るなんていうのは大変な楽しみでありましてね、終日その彫刻家のところにへばりついてですね、何を作ってるんだろうとこう見てるわけですね。で、木の中から仏像が出てきたり、まあ仏様が出てきたり、しますとね、何か手品を見るような感じでありましてね、大変な楽しみであったんですが、まあそういう中でそういう彫刻だとか掛け軸だとかですね、そういう美術に対する目といいますかね、まあそんな飛び抜けた人は私の今思うといなかったと思うんですけれども、そういう目も養われたんじゃないかと思うんですね。そういう意味で今の時代を考えますと、そういうシステムが当時、まあ、成立したといいますかね、そういう皆さんの謝礼は、まあ、お米でやってたわけですけれども、でお米を彫刻家は残してきた妻子に送ってやるというようなことでですね、生活が成り立っていくというようなことで一つの循環ができて、それを作ってもらった皆さんも、まあ、心が癒され満足感を得るということが、まあ、成立してたわけでありましてね、まあ、大変いいシステムがあったものだなと今思いますけどね。で、まあこの父は、その人の面倒を見ることが大好きだったもんですから、まあ何て言いますか、まあ、選挙もなんかも大好きだったんですが、そういう、まあ、人が来ると面倒見る、まあ、こういう人がいないとそういうシステムは成立しませんから、まあ、そういう意味ではまあ、それなりに世のために貢献してくれたんではないかと思うんですが、まあ私の父の、まあ母の一番下の弟が満州開拓団で行ったわけですけれども、まあ、まあ、要はソ連軍に追われてですね、身ぐるみ剥がされて、家族も散り散りになって日本に帰ってきて、その後はまあ酒に溺れて最終的には亡くなるわけですけれども、この叔父が我が家に来ますとですね、まあ酒を買ってきて、満足がいくまで飲ませてやると、なんて言うんですかね、こう満州開拓団が大変うまくいってる時は満州に行った皆さんは評価をされたんでしょうけれども、帰ってきた時の、まあ、周囲の冷たさといいますかね、まあそういうことで大変辛い思いをした皆さんが多かったと思うんですね。だからそういう点で、まあ、父を尊敬するのはそういうことをちゃんとやってやると、まあ、癒すことをやってやるというところが、まあ、父にあったということで、これは私にとっても誇りでありますね。